長いやろ。あれがさっき奈良ホテル。これ右手が奈良ホテル。乗ってもらうと鹿せんべいもらえるんで、はい、ちょっと強めの子が多い。ああ、そうなんだ。そうすけど、右見て、右の建物。あれ大きいけどな、トイレやで、あれ。めっちゃ立派なトイレやろ。奈良ホテルのスイートルームはね、一泊時期によりますけど50万から70万ぐらいです。優勝正しいホテルです。天皇様も泊まりに来るようなホテル。あ、春なかったやろ。なんでだろう。ちょっとここ僕やからね。よいしょ。これ見て、ボールみたいな。え？何これ？何？気持ち悪い、マリモみたいな。これ杉玉っていう。杉玉な。うん。昔の税金って家の幅で決まっとったんですね。それでね、いろんな家がこうやってホテルも取れるように幅狭く、奥行きに長くちょっと面全体にしてマンション、いいよ。何階マンションの、マンション何階なの。何階に住んでるの。3階に住んでるの。3階に住んでるの。No, it's a restaurant. 6階、yes. いいよ、高いや。奈良はね、そんな高い場所ないからね。難しいな。これもね、鹿ちゃんなんです。鹿ちゃんが、ここは四角やったら尖ってるから、ぶつかっちゃったらね、怪我しちゃうでしょ。だから、肩を削って、こうやって怪我しいひんにしてます。なんでね、怪我しいひんやねんかってしてると言うと、昔鹿ちゃん、ギザギザってなってる。そう、ちょっとなってるけどね。うん、鹿ちゃん昔家の前に死んでたら、ちょっとぶつかったりとかして死んじゃってたら罰金払わなあかんかって、お金払わなあかん。3文っていうお金やけど、今でいう500円ぐらい。500円ね、鹿ちゃん死んでたら払わなあかんかって。そうだから、それ嫌やからな、みんな早起きして鹿ちゃん死んでたら隣の家にずらしてて悪いやろ。そうしてる間にみんな早起きになって、で、こっから生まれた言葉が早起きは三文で解くっていう言葉が生まれたんだけど。ほら、見て見て、変な形。あの、日本で一番古い系列のお寺で、はい、このお寺自体にもね、もう1000年前の瓦が使われてたりとかするところなんで、
This temple is Japanese first temple. It's a very old 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 temple. It's older than him. Yes, yes, yes. He is 1,000 You're good. Amazing. This is just 1 year older than him. Thank you, Mr. Pao. So we just done our trip, and it was very fun. It was very fun. So we've learned a lot of places here to go. Thank you for watching our videos! Don't forget to like, share, and subscribe! And also, please click the notification bell down below so that you'll be updated on our next videos! Sayonara! Sayonara!